アインシュタインの縮約記法について簡単な練習問題をやってみましょう。理屈はそんなに難しくないですが、添え字が増えてくると面倒ですよね。元ネタは K という人が書いたテンソル解析という本の一章です。まず呼び名ですが、縮約記法とか相和規約とか本によっていろいろですが、訳語が統一されていないだけで中身は一緒です。数学の世界で一般に使われているシグマという相和記号を使わないで同じ意味を表そうという省略のルールです。ルールは、式の項の中で二度同じ添え字が書かれた場合、1から N まで全部足すよというものです。一つ面倒な用語があるのですが、整理しておきます。フリーの添え字とダミーの添え字というものです。これは実例で理解した方がいいです。画面に AIJXJ というのがあります。この場合、添え字の J が2度出てきていますから、 J を1から N まで変化させて全部足すことになります。ここで J という添え字ですが、1から N まで変化するという役目だけですから、 J じゃなくても R でも S でもどんな文字を使っても同じです。こういう添え字をダミーの添え字と言います。添え字 I の方ですが、これは特定の内容を持ち、代わりに K と書いても M と書いても同じかというと、その中身が等しければ同じですが、一般的には意味が変わります。こういう添え字をフリーの添え字と言います。あまり良い訳語ではないと思いますが、この2つの区別は後で使います。2種類の添え字ですが、代入という操作で意味を持ちます。画面のような問題を考えます。単純に YI を Q に代入するという問題です。これを単純に入れると、添え字の J がいっぱい出てきます。これは間違いです。縮約記法のルールとして、同じ添え字が2つより多く出てきたらダメだというものがあり、それに引っかかります。どうすればよいかというと、添え字の重複を避けるために文字を変えます。手順は、代入する元の式で、代入先の添え字とかぶっているダミーの添え字を見つけます。ダミーの添え字とフリーの添え字を区別する必要があります。ダミーの添え字を重複しない違う文字に変えます。画面の YI では、添え字の J が代入先の Q と重複するダミーの添え字です。そこで添え字 J を Q の中に登場しない別の添え字、ここでは R にしていますが、何でもいいですが変更します。あとは普通に入れ替えたらいいだけです。ですから、2つの式を組み合わせたりするときに注意が必要になります。では5問だけ練習問題を取り出しました。面倒ですが、根気よく添え字を追っかければできると思います。問題と答えを並べますから、頭の体操としてください。Thank you.